それでは表題の論文について自然言語処理研究室の金田氏が紹介いたします。この論文は中国語における文法誤り訂正のタスクに取り組んだものです。既存のバイエルスティームを使ったモデルではトレーニングデータが少ないということで、そのトレーニングデータの拡張を行うための研究になっております。検出タスクで結果として検出タスクで最も高い F1 スコアを獲得、平均では2番目に高い F1 スコアを獲得というような結果になっています。この検出タスクというのは後で後ほど説明いたします。まず背景についてです。中国が発展するのに中国語を母語としない学習者がその中国語を、の学習をするっていうのが困難となっているそうです。そこでその中国語学習者のために、中国語の文法誤りを訂正するタスクというものタスクがあります。それがこの CGED というもので、このタスクのを行い、このタスクの訂正に対して、訂正を行っていきます。で、このタスクでは誤りのその文章の中文の中の誤りの位置、それから誤りの種類、そしてそれを訂正する候補を見つけるといったようなものになっていて、誤りの種類としてはこちらの冗長な単語、単語の欠落、単語の欠落及びその単語の選択誤りというものの訂正候補の提案なんですけど、最大3つの訂正候補まで提案することができます。で、その提案したというかこの提案した特にのタスクなんですけど、4つのタスク、4つの観点から評価を行っていて、まず検出タスク、文章が誤っているのかというのの、誤っているか誤っていないかといったようなものが検出できているかというところをがまず検出タスクになっています。続いて識別タスクというのが、どの誤りの種類が埋め込まれているかという、その誤りを識別するというタスクになっていて、次の1のタスクっていうのが、エラーの位置、誤りの位置がどこに発生しているかっていう、そのどこが誤りかっていうのを、識別これが、何であるか、そしてそれが正しいかっていうような観点、この4つの観点で評価が行われます。それではまずそのエラーの場所、誤りの場所の検出モデルについて説明をいたします。誤りの場所の検出モデルはこれは既存の手法で HIT チームっていうところとアリババチームっていうところが採用して使っていた手法を採用いたします。でモデルはこちらの図のようになっています。で提案その誤りを訂正するところのモデルがこちらとなっていて、こちらではその誤りをこのテキスト分類のタスクとみなして訂正を行います。でその分類するときのカテゴリーを正しい単語で、文章を誤った単語とその前後の単語というようにして分類を行います。で、その際のものがこちらなんですけど、実際のデータがこちらなんですけど、ラベルと書かれたところの後ろにあるのが、そのカテゴリー、正しい単語の、正しい単語になります。でその後、Lといったもので、がから始まっている単語がいくつかあると思うんですけど、これが、その誤りの単語の前に出現する、単語になっていて、R というのが、その後ろに出現するものになっています。でこのようなもので、このように、データをやっていて、訂正、正しい単語を見つけて訂正するそうです。でここからはこの論文がメインにしているそのトレーニングデータの拡張のところについて説明いたします。その時はに従ってそのトレーニングデータを生成す新たに生成するといったようになっています。でルールの抽出についてはその過去のトレーニングセットから過去の GCD のデータセットから抽出するものと、中国語を母語とする人が誤りやすい単語というものがあるので、それらを使用して抽出するといったような2つのものからなっております。でまずはそのルールの抽出のところの GCD のトレーニングセットからの抽出といったところについて説明していきます。こちらでは、その誤りを
MMM のルールを抽出する手順として、こちらの3つの手順で行っていきます。でまずこの1番の誤った文と正しい文の数が違う文章を除去ということですが、というようなものになっています。で2番目に、誤った文と正しい文を分割というのですが、こちらは、単語ごとに、その文の単語分割を行っていきます。で3番目にその誤った単語とその前後の単語からルールを作成ということですが、こちらは具体的に説明をしていきます。でこちらの、例文になるんですけど、一番上のオリジナルテキストが、その学習者が誤ったテキストで、それを分割単語で分割したのがこの次のセグメントテキストになります。で正しいテキストがこの次のこれとテキストなんですけど、これと比較すると、この読み方はちょっとわからないんですけど、この単語が、オリジナルテキストに含まれるこの単語が間違っていて、正しいテキストに含まれるこの単語が、正しい単語ということがわかるっていう、これエラーの処理、フォーマットのような、ルールが得られます。で実際に得られるのは一番下で、まずこれが、誤りの種類が S、ワードのセレクションのミスなので S タイプというふうに出て、次が、誤ったその単語なので、こちらの左の方のこの単語が、そこに入ります。で、この単語誤りの単語の前後には、前後に出現する単語はこれとこれなので、正しい単語をの前後にそれらを記載してルールが取得できます。で得られるルールがこちらのようになっております。続いてネイティブスピーカーの誤りからのルール抽出になっています。ルール抽出について説明いたします。ネイティブスピーカーが誤りやすい単語のリストというものが既存の資源として存在するのですが、その単語リストにはその前後に出現する単語というものが記載されていないので、先ほどのようなルールを抽出することができません。そこで既存の普通の一般のコーパスからその単語を見つけて、その前後の単語を抽出するといったような手法でルールを抽出します。またこの際その前処理、そのコーパスに対しての前処理として簡素化したり単語の分割をするんですが、文章のフィルタリングというものを行います。こちらでは、漢字の割合や文字数が少ないということで、中国語の部分が少ないものとや、文が短いものについて、取り除いたり、下のところで、中国語学習者が使用しない単語というもの、使用しない単語というものを実際の誤りに現れないような、中国学習者が使用しない単語というものを含むものを、フィルタリングします。でこのようにルールを抽出します。で、そのように抽出したルールから、コーパスにある正しい文を誤った文に変換するといったような形でトレーニングデータを新たに生成します。でここからは実験条件です。まずルールの数ということで、過去の CGED トレーニングデータとテストデータからこちらの7万9000語程度のルールを抽出できました。またこれとは違うルールを教科書などの一般のコーパス、ネイティブスピーカーが間違いやすい単語リストを用いたその一般のコーパスから6万1000語程度のルール数を抽出することができました。またこのルールから、エラー文を、19万文程度、生成することができました。で、こちらの8割を、検証の実験の際に8割を訓練データ、そして2割をその検証の結果を評価するためのデータとして使用しています。で、検証の実験のための、検証の実験の結果です。で、こちらでは、実際にそのタスクに挑む際に、適切なハイパーパラメータを見つけるための、検証の実験となっております。で、表4、左側の表の結果から、
左側の表なんですが、一番左の列のところにある、CGED とだけ書かれているのがその CGED データセットのみを使用したもので、プラス G と書かれているのが一般的な、コーパスを用いたものになっています。で、この結果からその両方を用いた方が、F1 スコアが高くなっているということが、確かめられます。また右側の表なんですが、こちらはそのルールを抽出するときに、先ほどまでは前後の単語と言いましたが、ここではその前後の単語を何単語取るかということのパラメータを変えて調査を行ったものになります。で、M1、M2 とあるんですが、この1、2というものがその何単語取るかというような数値になっていて、なっています。で、このトップ1、トップ3というものですが、訂正候補が3つまで、提案できるということで、トップ1は1個だけ、提案したもので、トップ3は、3つ提案したものというようなものになっていて、どちらの結果でもその前後1単語を見たデータの方が、いい結果になっている、いい F1 スコアが得られているということが分かります。そしてこの検証で得られた結果から、実際に その結果、まず左のもので、検出タスク、ディテクションタスクでは、このラン1とラン2があって、ラン1では最も、ラン1では、ラン1とラン2ではラン1の方が高いスコアを得られていて、このラン1のスコア、F1 スコアは、このタスクの全体で32個の結果があるんですけど、その中で最も高い F1 スコアとなっているそうです。続いて、識別タスクでは、ラン2の方が高いスコアになっていますが、ラン2とラン1がそれぞれ2と3位のスコア、全体で2と3位のスコアを達成しているそうです。そして1タスクでは、ポジションタスクでは、ラン2の方が、全体の2位ので23の結果があって、その中23個の結果の中で、トップ1では、全体の2位の結果になっていて、これは、一番1位のスコアと、10のマイナス4乗分 1×10 のマイナス4乗の、スコアだけしか違わないといったような、この結果が得られています。またトップ3では、全体の3位の結果を得ることができています。コンクルージョンです。モデルのトレーニングセットを拡張するためにより多くのエラー分を生成することができました。で、平均、そのこのタスクで、平均のランキングで2番目に高い F1 スコアを獲得できていることが分かります。で、これによりデータ拡張アルゴリズムの有効性が証明されたそうです。今後の作業としては、誤り検出と修正の部分でより多く その中国語の文法的な特徴というものを使うように考えているそうです。また第二言語として実際に中国語を母語としない人にその中国語を教える際の経験を手法に生かそうと考えているそうです。以上で終わります。